週刊少年ダンジョンは館丸ごと破壊する気か、アリシア、レフィア。それに何や、配管を要求やと。不敬者、シスベス。エルフの魔法で貴様も原稿も全て焼き払う。ケーシーズミー、ケーシーズミー。こわー、普通に実力行使で脅迫してくる。こわそうですかと、俳句になんかできるかい。打ち勝て、漫画に魂かけとるんや。これ見てみ、この美麗生原稿。このリベリア、アラブル全話の中で一番時間かけたんやで。こんなにキュートなリベリアを見られるんは週刊少年ダンジョンだけ。侮辱に侮辱を重ねるか、ゲロ。噴射、噴射、小殺、小殺。エルフにとっての地雷踏んでもうたらしいな。エロ漫画じゃん、聖女は汚れてなんぼやろ。解釈違いやで。週刊少年ダンジョンが大変なことになってるって言うから来てみれば。配管を要求されるとは、敵とはいえ同じ漫画家、同情します。
俺は週刊少年ダンジョンが潰れてくれた方が嬉しいけどね。さらっと欲にまみれた汚い大人の発言しないでください。貴様がこのオラリオに漫画という低俗な文化を広めたのが原因。週刊少女オラリオにだってハレンチな漫画が載っているそうじゃないですか。汚らわしい。ハレンチな漫画、アポロン様の漫画のことですか？あれはアポロンが悪い。そう、全部アポロンのせい。全部アポロン様が悪いって、編集者として恥ずかしくないんですか、ヘルメス様。アポロンは都市街にいるし、押し付けてもいいかなって。っていうか、漫画が低俗って、そういう言い方は良くないんじゃないか？全てが全てハレンチってわけではないんだし。いや、漫画は低俗、漫画は悪い文化。そう、子供たちの健全な育成を阻害するようなものばかり。